まあ今10月に入ってまだねコロナウイルスの収束が見られないような状況じゃないですか。いろんな世界中のスポーツとかでもまだ無観客試合とかでやってたりして、まだ収束の見込みが一切ない。あとお祭りなんかも今やってなくて、イベントなんかもやってないじゃないですか。ですから人がねたくさん集まるような行事っていうのがまだできない中で、10月といえばハロウィンじゃないですか。10月といえばハロウィン。で2018年、まあ、去年もそうだったかもしれないんですけど、渋谷でね、まあ、若い人たちがハロウィンパーティーとかやってね、2018年ぐらいなんかね、車がもうねひっくり返されたり暴徒化したような感じみたいだったんですよね。今年ねハロウィンでまた若い人たちがね渋谷でみんな繰り出すのかなとか思ったりするんですけれども、もしねここで繰り出したらまた感染のリスクが高まるんじゃないですかね。でここでこそ東京都知事のね小池さんが、その若者たちがハロウィンの時に渋谷に繰り出さないように何かアナウンスすべきなんじゃないかなって僕は思うんですけど、そのアナウンスが一切ないのがものすごく僕にとっては不思議なんですよね。密です。でハロウィンっていうのも実は流行りだしたのってここ最近ですよね。で急に流行りだしたっていうのは何かしらのね、それでお金儲けをする人たちがいるっていうことなんですよ。お金儲けをする人たち、そのお金儲けをする人たちが儲けられなくなるから密ですが、そういうアナウンスをしないのかなって思っちゃいますよね。